こんにちは、ブルーホースです。今日も心理学楽しく学んでまいりましょう。はい、ということでですね、今日はネガティブはネガティブを呼ぶ、ポジティブ思考はまずいっていうテーマでお話をしていきます。で、何かっていうと、まあ、自己啓発界隈でよく言われることってありますよね。まあ、何かっていうと、まあ、全ては自分の責任だ、前向きに捉えようとか、どんなに大変なことがあっても自分の成長だと思って頑張ろうとか、ポジティブシンキングが大事やーとかね、まあ、これって、まあ、成功者の言うことなんで、まあ、言ってることっていうのはあながち間違いじゃないことは確かなんですよ。ところが、まあ、データっていうのをしっかりと取ってみると、まあ、実はポジティブ思考が効くのは短期的なものなんですよね。だから自己啓発本を書いていらっしゃる方の中でも、例えば20代とか30代で、まあ3年から5年内で成功したとかっていう人が書いているものっていうのは、結構心理学的に見たらあんまり参考にしちゃいけないっていう傾向が高いんですよ。短期的なものなんで。長期的にポジティブ思考で居続けてしまうと、うつ病にかかりやすくなる。まあ、うつ病にかかりやすくなるというか、メンタルに対してのダメージが非常に大きくなっていきますので、長い目で見ると病気にかかりやすくなりますよと。病気にかかるとどうなるかっていうと、生活に支障をきたしてしまいますから、長い目で見て成功からほど遠くなってしまうっていうのは、そりゃそうだっていう話ですよね。で、その理由は一体なんでっていうと、自分の意思に反した気持ちを持ち続けることに疲れるわけなんですよ。本当はへこんでるのに、ハッスルハッスルなんてやってると、まあ、見た目とは裏腹に、本当は落ち込んでんだよなって、どん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 落ち込んでってしまうんですよね。だから落ち込んでいる時に周りから元気出しなよって、なんだよお前なら大丈夫だってなんて言われても無視ですね。落ち込む時っていうのはもうとことん落ち込んでへこみ切った方がいいんですよ。うん。で、ポジティブシンキングよりも大事な考え方っていうのがあって、それは一体何かっていうと、まあ、逆転の発想なんですよね。ネガティブなことがあったり、ネガティブな気持ちになった時にはポジティブに考えるのではなくて、ネガティブに考えないようにする方が大事っていうことなんですよね。つまり落ち込んでる時に俺ダメだわーって思わないことです。で、これには2つの実験があって、で、一つはカリフォルニア大学で行った実験ですね。一つは参加者にアンケートを取りましたと。で、自分の感情に対して、そんな考えダメだ、そんな考えたらダメだって言い聞かせたことがあるっていうような、まあ、要はネガティブな感情が起こった時に、それを否定するような気持ちを持ったことありますかっていう質問に回答してもらったんですよ。で、その回答分析をした結果、ネガティブな感情をネガティブに思う人ほど人生への満足度とか幸福度っていうのは低い傾向がありましたよっていうことなんですね。で、それからもう一つ別の実験に関しては、参加者に過去の嫌な体験を思い出してもらう作業っていうのを実施してもらいました。例えば離婚とか、彼氏彼女に振られましたとか、仕事でミスをしたこととか、それからなんだろうな、受験に失敗をしたとか、そういったものですね。で、その半年後のメンタルの様子っていうのをチェックをしたところ、ネガティブな感情をネガティブに思っている人ほど半年経ってもその過去の嫌な体験、離婚をずるずる引っ張ったりとか、受験にしたことをずるずる引っ張っているという傾向があったということなんですね。で、そもそも前提として、ネガティブな感情をネガティブに思う人とは何っていう話なんですけど、まあ、さっきちらっと話をしましたけど、まあ、例えばですが、明日会社でプレゼンを行う予定がありますと。で、そのことに不安に思っていたとしますよね、皆さんが。で、単純に明日プレゼンか、不安やなーって思う人と、不安では役員にその不安さが伝わってしまう、なんとかしないとって気負ってしまう人とでは、後者の方が幸福度が下がるということなんですよ。だから単純になんか今不安感じてんなっていう風にさらーっとしてる方なのか、不安をどん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 、不安を深掘りしててしまう人の方が幸福度下がりますっていうことなんですね。うん。で、ネガティブを正しく受け取ることが大事だっていうのが今回伝えたいことになります。さらにもう一つ実験を行って、8カ国の学生にアンケートを取ったんですね。ネガティブな感情について、あなたは普段どんな態度を取ってますかっていった質問に回答してもらうんですよ。で、その結果何かっていうと、まあ、アジアとか欧米とか中東といった異なる文化圏の国ですよね。まあ、欧米なんかもイケイケどんどんじゃないですか。中東はちょっとわかんないですけど、アジアなんかって言ったら、まあ、謙虚が大事だとかっていうことはあったりしますけど、まあ、ネガティブな感情をそのまま味わっている方が、いる方がですね、何なんだろう、これな。で、
考え込んでしまうよりも幸福度が高かったんですよ。はい、で何とかしてポジティブに考えようとするよりも、わあもうなんか明日緊張するわーみたいな風にそのまま感じてる方が良かったっていう結果なんですよね。でこれの考察なんですよ。なんでそんなことがそういう結果になったのかっていう考察をしてみると、まあ、怪我をした時に皆さん自身のことで考えてほしいんですけど、怪我をしたとするじゃないですか、ね、例えばなんか打撲したとか切り傷を負ったとかって、でもその傷口とかその打撲して内出血して青色になってるとことかって気づかなかったらなんか痛みを感じないことってありますよね。ところがその傷口を見つけた、あなんか切れてるとかなんか青くなってるっていうのを見た瞬間になんかじわじわ痛みを感じることってやってきません？ところがそこその怪我してる場所自体のダメージっていうのは同じなんですよ。切れてる痛さね、気づいてるか気づいてないか関わらず切れてるという事実から来るダメージっていうのは同じなんですよ。ところが早々に気づいて処置ができるかそうでないかっていうので大きく変わってくるわけなんですね。それと同じ感覚で自分のネガティブな感情から目をそらしてしまうと傷口が開いたままになるんですよ。で不安や苦しみを感じているならもそれを受け入れるんですよ。わあ不安っていう傷口が広がってるってなったらそのままほっといてじわじわ痛みを感じてしまうのかすぐに絆創膏を貼るのかっていうそういう違いになってくるんですね。じゃあ結局何したらええねんっていう話なんですが、ネガティブな感情が起こった時の対処法としては、最初に起こったその感情はもう仕方ないって思うしかないんですよね。なんでかっていうと、生きていればもう何かしら自分が発信してるにしろ、他人からこう与えられたものにしろ、もう嫌なことって次々と起こってくるじゃないですか。で、問題はその嫌なことをあれこれ考えすぎて、何もしなければ、何も考えなければ、もう自然と傷口も塞がっていくはずのものが、ごちゃごちゃと考えすぎてしまうがゆえに、要は、絆創膏を貼ろうとか、自然治癒しようとかってする以前に、もう自分でその傷をグリ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 いじっちゃうんですよね。で、それのせいで、より傷口が広がってしまうから、塞がるまでの時間が余計にかかってしまうようになるんですよ。だから、一番の対処法っていうのはこれ以上被害を広げないために起こったこととか浮かんだ感情そのままにそれ以上そのことについて何も考えないようにするというのが傷口に対して絆創膏を貼るのと同じ形なんですよね。まあ、自然治癒でも OK なんですけど、とは言っても、まあ、ごちゃごちゃと考えてしまうのが人間だと思うんですよね。で特にネガティブなことっていうのは頭から離れないわけなんですわ。だから考えないようにするのではなくて、で考える余地も与えないほど他のことに打ち込むようにするという方法もありです。ここがその実際に傷を負った時の処置の仕方と若干違う方法ではあるんですけどね。だから皆さんが今落ち込んでますと、苦しいことがありましたとってなった時に、運動とか勉強とか友達と遊ぶとか美味しいものを食べるっていう風なことをやってみて、人っていうのはありがたいことに同時にいくつも同じこといろんなことを考えることってできないんですよ。だから気を紛らわせるっていうことは大事だったりするんですね。まあその過去の動画の中でこういうストレスの発散の仕方ありだよ、こういうストレスの発散の仕方ダメだよっていう動画を上げてるので、それはそれちらを見てもらえたらいいんですけど、何かネガティブなことが起こった時に必ずこれをやるっていう風な大胆案を用意しておくことによってネガティブに打ち勝っていきましょうというのが今日の結論でございます。ということでね、ネガティブなことが起こった時にはネガティブなことを考えないようにする、まあ、考えないするとかいうよりはネガティブを掘り下げちゃいけないですよっていうのが、今日のお話でございました。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。